はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はね、ここボンボヤージュに来てるんですけれども、今ですね、新しい商品が出まして、アディダスとかあとディズニーリゾートのですね、あのロゴが入ったスポーツウェアとかね、まあ、スポーツをするときに必要なグッズがね、こちらで発売されましたので、今からですね、それを見てみたいと思います。まあ、めちゃくちゃ可愛いんですよ。もうこれを着たりですね、もう使いながらね、もう運動できたらもう絶対テンション上がりますからね、もうぜひぜひ参考にしてみてください。それでは早速見てみましょう。3900円。こちらディズニーリゾートの帽子ですね。すごい軽い。2800円です。冷感タオル。こっちの台が4800円。触ると冷たいみたいです。で、こっちが3300円ですね。ちっちゃいやつ。さらにこのケースに入ってるやつもあるみたいです。これが一つで2000円ですね。このケース可愛いですね。はい、大きさの比較がこんな感じです。デザインもここにミッキー書いてあってとても可愛いですね。はい、こちらの4種類です。大きさによって値段が違います。こちらは飲み物を入れるやつですね。まあ、水筒ですかね。1600円です。いいですね。こちらフルーツグラノーラです。1000円。シリアルバーです。シリアルバー6本入りで950円。でもこの入れ物ね、中なくなっても使えますよね。いいですね。これはね、応援するやつですね。ミッキーの手がはたいてるみたいな感じ。1200円。いいですね。これかわいい。はい、あとは靴のキーチェーン850円。ミッキーの靴かわいい。このディズニーのものを着たりですね、こういうものを使ってね、スポーツできるってなんかいいですよね。テンション上がりながらスポーツできそうです。こっちはアディダスコラボのシャツですね。4500円です。ちょっとさっきのよりはお高めですね。
これも色が2種類あります。白と黒ですね。このシャツに合わせてズボンもあるみたいです。4500円です。色は黒一色だけですね。はい、帽子4900円。そしてタオル2800円ですね。入れ物、色3種類ですね。1800円です。カバン、いいですね。アディダスコラボ。おしゃれです。ただちょっとお高め、8000円ですね。はい、ということでぜひですね、もしスポーツやってる方いましたら見てみてください。めっちゃ可愛いですよね。もうこの洋服とかタオルとかを使いながらですね、もうスポーツできたら最高だと思いませんか。しかもね、なかなかね、こういうスポーツ商品でディズニーグッズってね、あんまりないんですよね。なのでぜひぜひですね、もう今現在このボンボヤージュとか、もう東京ディズニーリゾートのね、ホテル内でも買えますから、ぜひ興味ある方いましたら見てみてください。もしですね、この動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、そしてコメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではこれで終わりにしたいと思います。ジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。